締めとして芋 T シャツ着てます。これはファンの方にいただいたあのトレーナーです。爆弾、あれ爆弾、これ何、爆弾ありがとうございます。爆弾かな、いいね、ありがとうございます。そう、初めて来ました。今日サイズはねかなりね大きめなの、手がねこんなになっちゃうぐらいなんですけど、でもすごくなんか逆にあったかいというかいい感じです。グーグーありがとうございます。こんばんは、だから多分男性でも全然いけるサイズ。そして今日のこの飲んでる飲み物のコップが、これもいただいたスヌーピーのコップで飲んでます。お疲れありがとうございます。爆弾ありがとうございます。そうだから今日は本当に皆さんからいただいたプレゼント尽くしです。なんかこの服がね映るようにしたいな。よし、幸せ者、ありがとうございます。本当に皆さんのおかげです。これで通貨も。1時間ぐらいやろうかなと思います。7時までやります。ネズミありがとうございます。昨日さ、あまりギフト読めなくてごめんなさい。昨日のクバギフトありがとうございました。ちょっと寒いので暖房つけていいですか。ちょっとごめんなさい。どうしよう、スイッチが向こうなんですよ。いしょ、よいしょ、ちょっと待っててください。ハートありがとうございます。あ、ネズミありがとうございます。あ、土地越しそばありがとうございます。寒いわやっぱり。テロップ書きますね。みーちゃん、年越しそば食べるの、食べないみんなにメールで聞いたのに私は食べないんですよね。いつも食べてたかな。ハートありがとうございます。かわいい、ありがとうございます。今日の夕ご飯はなんだろう、多分鍋だと思いますってさっきちょっと話してた。今日もね今食べたんですよ。そう、昨日ね、昨日かそう、昨日おばあちゃんが焼き芋くれて、昨日はね食べなかったんですけど、今日お昼ご飯に食べました。
美味しかった。だから2020年最後のお芋かな。いやまだ半分残ってるから明日食べようかな。そう今日ねラストに食べれたんですよ。え明日に残りの芋を食べようかな。か後で食べちゃうかもしれないけど後で食べちゃいそう。なんか前昔はね一回だけやったことあるのが年越しハーゲンダッツをねやったのめっちゃ覚えてる。お姉ちゃんとそのなんだろうな今は何もう高校生だから割とハーゲンダッツ買うことってなんだろう前よりかは増えたんですよ。そんな頻繁には買ってないんですけど、で昔ってもうハーゲンダッツもうあれじゃないですか、もう高級品みたいな、もう年に1回ぐらいとかなんかもう本当にめちゃめちゃ高級だったんです。今も高級なんだけど、だから年越しになんかお姉ちゃんと一緒にアイスを食べたってのを覚えてますね。年越しハーゲンをしてたあ、年越しそばありがとうございます。何のアイスだったかな、あ、何味だったかな、何味、キャラメル、キャラメルないか、なんだっけ、忘れちゃった。なぜか今ね家の冷蔵庫、ね、冷凍庫かレディーボーデンが入ってるんです。うちレディーボーデンなんてめったに、いや本当食べたことないと思う、食べないですね。フォローしましたありがとうございます。アイスありがとうございます。今来たヤッホーありがとうございます。なんか大晦日って感じしますか？私昨日の方が大晦日だったんですよね。昨日すき焼き食べてめっちゃ大晦日でした。なんか昨日めっちゃ豪華だった。そのすき焼きもおばあちゃんがくれたんですよ。お肉となんかセットで、そうそう、すき焼きセットみたいなのくれて昨日は贅沢しました。昨日すき焼きとか一緒やん、やったー、すごい偶然。普通なんか大晦日っぽいよねすき焼きとか、なんか豪華な。自分はの家は正月にすき焼きで、おおいいね、正月何食べるかな。おばあちゃんと住んでる、住んでない、今年越しそば作ってます。いいね、すき焼きなう、本当に。え、お正月皆さんすき焼きなんですか？私はねお正月はだいたいおばあちゃんの家、今年はちょっと行けないんだけど、ね、やっぱ行ったら危ないかなってこと行かないんだけど、いつもはお寿司を食べてます家で。そう、その買ってきて家でみんなでお寿司を食べるってのを毎年やってたんだけど、今年はちょっと食べれそうにないですね。正月はカニを食べるの？すごい、カニなんか食べない、全然食べた記憶がない。カニカマ、何あれしか食べない。うわー、刺身、カニ、すき焼き、ローストビーフのフルコース、すごい。みきちゃんが最近お寿司食べたのに驚いてね、もうみきちゃんで最近食べたものとかねめちゃめちゃ多いんですよ本当に。
一人ね、ワンテンポ、いや5テンポぐらいね遅れてるんですよね本当に面白い。お雑煮は明日食べる。朝ん朝昼ですね。こんばんは。お餅はね、お餅、あ、でも買ってあった気がする。お餅明日食べるかな、お雑煮と一緒に。ハートありがとうございます。年越しそばありがとうございます。餅は何好きで食べるのが一番好き？あ、これ前話したか。じゃあもう一回話そう。あの皆さんに、じゃあ今年皆さんに食べてほしい食べ方は、醤油、まあ砂糖醤油に餅つけて、海苔の上に餅置いて、チーズを、スライスチーズをこう乗っけて丸めて食べる。今年やってください、お願いします本当にお願いします、やってください。本当におすすめ。じゃこれ、この話多分3回目ぐらいかもしれないけど、ちょっとね、あの何回でも言いますね。やってほしい。これみんな多分もう忘れてたと思うから、今もう一回言いましたね。一回やってみてほしい。チーズが嫌いじゃなかったらやってほしい。普通にそのまま焼いて、トースターかなんかで焼いて、焼いたお餅を砂糖醤油つけて、海苔の上に置いて、チーズ置いて、巻いて食べる。本当に美味しいから。普通のスライスチーズですを1枚は多いから半分とか3分の1とか切って置いて食べて、ぜひ。もう私の家の石塚家の、もう石塚家でずっと食べてる食べ方。とろけなくてもいいの。うん、とろけなくていい。そのままスライスチーズを上に乗っけてだけでいいです。お腹空いてきた？ OK、 食べたら報告します。ぜひ皆さん食べてください。バターは分かんない、やったことないかな。もう多分ないつから、もうなんか気づいたらずっと毎年食べてる、その食べ方。逆に甘いのはあんまりうちでは食べないですね。きな粉とかっていうのは食べないね。あ、270日ありがとうございます。なんかキレがいいですね、270。ありがとうございます、拍手ありがとうございます。笑ありがとうございます。ハートありがとうございます。醤油バターも確かに絶対美味しいよね。お、海苔で巻くって、いいね。ハートありがとうございます。
普通の醤油でもいいと思います。うん、今日から台風が始めました。嬉しい、ありがとうございます。どうもありがとうございます。ハートもありがとうございます。コーン乗っけたらどうかな。コーンか、でも美味しくなくはない気がするね。ずんだ餅も美味しいよね。こんばんは。大富豪たまにやってるよ。本当にたまにちょくちょくやってる。また大富豪配信しますね、来年も。お芋のっけるの。お芋はどうかな。餅にはわさび、大人だね。え、おもチーズってのがある。あ、なんか聞いたことある、おもチーズ。どこで聞いたんだろう。大おいしい年越しそばもありがとうございます。コメント変えましょう。そうですね、変えてなかったわ。来年もやりますよ。嬉しい、ありがとうございます。ダダダダダ。芋のかりんとうとプリン、芋のプリンってことかな。うん、美味しそう。間違えた、餅つきって、芋つきって言っちゃった。餅つきって人生で経験ある、幼稚園の頃か。やなんとなくやったって感じ。やりたい、こういう、こっちやりたい、このこれでやるやつやりたいなかなか難しいけどね。でもつきたての餅ってやっぱり美味しいじゃないですか。なんだろう、スーパーに売ってるのも美味しいけど、つきたてがね一番美味しいからね。こっちだから、そう、手を潰される方じゃない方がいい。2020年で最も印象に残っている出来事は何？そうですね、合格したのは去年の話なので、今年一番、エコパかな。やっぱりエコパが一番印象的かもしれない。エコパの時の緊張がやばかったってのがめちゃめちゃ、あれだったかも、印象的かも。ネズミありがとうございます。本当に緊張したんですよ。なんか多分今までにない緊張。学校で例えば発表してるやつ、なんか発表するとか、そういう時も私すごい緊張する人なんですけど、もうそんなんと比にならないと思って、なんか人生でも一番緊張してるって思いましたね、その時は。
っちゃ景色覚えてる今でも。景色が変わるとこんなにも踊りにくいんだってのもちょっと思いましたね。やっぱりレッスン上で踊ってたのと全然違うから、今は何だろう、そういうことも想定して劇場でこういう風に照明が当たって踊るんだってのも今はなんとなく分かるようになったんですけど、その時はレッスン上でしか多分やってなかったので、このもでも眩しくて眩しくて、そうライトが照明がってのをねめっちゃ覚えてる。そう、望遠鏡のない天文台もなんかすごい全然難しい、めちゃめちゃ難しい振りとかじゃないんですけど、なんかもう間違えるかがなんか怖くてってのめっちゃ覚えてる。今思ったら なんだろう、そんな難しい振りじゃないからね、今踊ったら多分その時とは全然違う感じになるんだろうなって思うから、その再現とかしたいかも。望遠鏡のない天文台と渚を踊るっていう、この2個続きで踊るっていうもうやりたいかもしれない。どうですか、なんかその時のパフォーマンスと今の自分たちのできるパフォーマンスを比べたい。エモエモのエモ侍じゃん、本当に良くない？そう、もう今はね、もう照明が眩しいとか全然思わなくなったんだけど、その時は初めてすぎてなんかどこ見たらいいのか分かんなかったし、そうとりあえず前向いてたんですけど、歌い始めと歌い始めと歌う前とで照明の感じがやっぱ違ったので、なんか自己紹介してる時はめっちゃファンの方が見えたんですよ。わ、こんなに、あ、結構はっきり見えるなって思って、で始まるじゃないですか、始まったら眩しいみたいな、懐かしいな。懐かしい、待って、すっごい今思い出してきました、踊ってたら懐かしいね。あれからもうすぐで1年が経とうとしてます。そう、ダンス配信で1回踊ったんだけどね、いや本当に今でも覚えてる、天文台って言った後の皆さんの反応、うわ懐かしい、おーみたいな、なんかうわーみたいな感じの声が聞こえてきて、そうびっくりした。明日エコパ行かないでね、行きたい行きたいな、エコパ、エコパが私にもう忘れられない場所かもしれない、どんな人生何年だって、その声の一部ですその声の一部だった人だから、昼公演の方かな、多分夜は皆さん知ってたから、ああお来たみたいな感じだったと思うんですけど、昼公演の時がやっぱ皆さん何も知らないので、あ意外といる、あ意外といる、え意外といる、え
いといた。どっちも見たけど確かに声出た。皆さんな自然と出ちゃうんですね、きっと。もう感情表現が。あー、え、結構いますね。いやー、夜公演だけでも、あー、嬉しい。あ、結構いますね。あ、昼夜どっちの方も いらっしゃいますね。あ、2列目で見てたよ。2列目ってすごいね。あれは声出ます。よかった、嬉しかったです本当に。だから皆さんもね、好きな曲なんだなと思って。みーちゃんカードもあって、あー、私のあれですか、直筆カード。私のカードもらった方とか、何枚書いたかな、いっぱい書いたんですよね、懐かしい。あれもさ、いっぱい先輩方も、なんだろう、すごい遅くまでなんか書いてる、ショールームで先輩方がこう書いてる風景を、こうショールームで皆さんと一緒に書いてるみたいなやつをね、そう、その時は私たちショールームまだできてない頃なんですけど、あの、私は見てました。難しい。100枚だっけあれ。あと私初めてその時にサインボールにも、あ、サインボールにサインしたんですよ。ボールにサインした、うん。その時もうサインないから名前とみたいな感じだったんですけど、それは一体どこに行ったのかな。多分なんかの特典でもらえるんですよね、全員じゃなくて、なんかの方だけ引け、なんかくじ選べない、ね、ランダムでもらえるみたいな。私の初サインボールはどこへ行ったのでしょうか。ワンちゃん誰も持ってない説も全然あるんですよ。懐かしい。またなんかサインボールをこうやって投げれる時が来たらいいですね。私サインボール投げるのとかしてみたいんですよ。すごいなんかいいですよね。サインボール投げるのとトロッコに乗るとかしてみたい。なんか多分みんな憧れのやつですね。ねえ、今せっかくサイン決まったからね。でも私のこのあれですよ、ソフトボール投げの記録からすると申し訳ないんですけど、一生懸命投げても多分全然いかない。全然いかないから、8メートル、最高8メートルが9メートルだから、一生懸命投げて、でも、だからまあ私のボールキャッチしやすいのは、まあ、5列目とかかもしれないですね。まあその間にもよるか、ステージとの間が広かったら、まあ2列目とかの方しか届かない。8メートル9メートル先の方はもうごめんなさい、あの不可能っていう形になっちゃうんですけど。
もう絶対 100% もらえないっていうね、申し訳ないんですけど。年越しそばありがとうございます。なんか手あげるとさ、なんか集合体みたいな感じで怖いね。なんか集合体恐怖症の人からしたらやばいかもしれない。なんか芋柵の向こう側に転がってたら辛い。確かに確かに。お蕎麦食べるのにまた来年です。では私よ、では私よ。今でもエコパの時の銀テープ大切に保管してる。あ、私の家にもありますよ。お母さんとかお父さん、お母さんお父さんお姉ちゃん来たので、家族全員来たので、そう、その時にの銀手あります。芋思ったより多いけど、こう言ってるとやばくない？こうやってしてたらここら辺しか見えないんだけど、こうやってやったらすごいよね。いや、私はありがとうございます。焼き芋好きなの？そうです。すごいでしょこれ。その格好で次ツイートしよう。いいね、確かにいいね。え、本当に？ガチガチ？ガチガチのガチですか？え、すごくない？いた。本当に？すごい。あ、でも一個じゃなかった気がする。三個ぐらい書いたかも。私ありがとうございます。ハートありがとうございます。くじですよね。すごい、よかった。なんか誰の元にも届いてないんじゃないかって思ってたから、ぜひ大切に保管してください。いいね、ありがとうございます。ハートもありがとうございます。あー、確かに私もなんかサインボールゲットしたら嬉しくなっちゃいますよね。なんかいつかなあれ、いつだっけあれって、私が高校1年生、高校1年生かな、うん多分時に、チームエイトさんのコンサートに行ったことがあるんですよ。日本返しかな。それで一人ずつこう、なんだろう、クローバーだったかな、のなんかね、こう何メッセージ書いてあるのを入場するときにもらえるんですよ。あ、ネズミとハートありがとうございます。そう、もらえるんですけど、
なんかこう何自分の推し以外のじゃなくてもやっぱもらったら気になって調べるんじゃないですか。そう、名前とかやっぱそういうのってありますよね。私もそうでした。調べてどんな子なんだろうみたいな。私なんだろう、その時めちゃめちゃ知ってるっていうわけでもなかったので、そう、それで気になって調べたりしてた。ああいうの嬉しいですよね。なんかそのライブのお土産にじゃないけど、なんかそういうのあると嬉しいよね。しこし様ありがとうございます。自分もそうもらって嬉しかったから、こういう気持ちなんだろうなっていう、このファンの方の気持ちもめちゃめちゃわかります。スナイモの服おもろこれ初めて見た人びっくりして。2年前だったかな。あんまちょっと曖昧ですね。確か2年前、1年2年前こんばんは。いちゃん OTS とかで決勝なり申し込んで当たる系当たったことある？ないない本当にね、そういう検証みたいなのね、本当に当たらないんです。何も当たったことない。そう、ね、同じこと思ってた。さつまいものアバターの人が言ってたからさ、仲間やんと思って。あ、私そうエコパのそのメッセージのカードをみきちゃんの持ってます。すごくないですか。誰だ、お母さんかお父さんかお姉ちゃんかゲットしたみたいです。今まで3位とか取ってきた中でみずきちゃんが一番嬉しくて、嬉しい。もうサインなんてもう私いくらでも書きますよサインの安売りしちゃうよ全然。その運が S 圏に入れたというか溜めてたんですかね。そこで爆発させたんですかね。じゃあ今はじゃんけんが弱いので何かの運を溜めてるということで。サイン会まであと4日だって、すごい。あと4日、4日なんて多分もうすぐですよね。ちょっと練習します。練習しないと書けない。楽しみ。うん、貯めてる期間、そうです。多分いつなんだろう、一個で爆発させる感じなのかな私の。あ、こちらこそよろしくお願いします。
ずまいもの天ぷら食べました。いいな、いいよ、そば天ぷらいいね。こんばんは。もう今年はいろいろありましたね。なんか振り返りたいけど、どこから振り返ろうかな。自粛期間の記憶があまりないんですよね、私。何して過ごしてたんだろう。でもショールームか、ショールームいっぱいして、あ、イベントで結構あれかも、イベントで結構時間経った気がする。フォローしました、ありがとうございます。後半は確かにめちゃめちゃ忙しかったかも。嬉しいぐらいにこの差がすごいですね。あ、でも前半もレッスンが結構もう年始からあった記憶があるので、レッスン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 エコパみたいな感じでしたね。エコパ終わってまたレッスン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 で自粛期間入っちゃって、で自粛期間終わってちょっとしてから次は青がのレッスンかな始まって、わあ、クイズ配信夏、懐かしい。しましたね、クイズ配信も。ちゃんのブログ1年振り返って良きだったね。まだ見てない、後で見る。お絵かきもしたね、スケークイズもした、あ、チーク菓子もやったね。確かにチーク菓子まだあと1個残ってるんですよね賞味期限が切れる前に作らなきゃ。そうです、一緒に作ったんですよね皆さんと。チーク菓子はお寿司とか、あ、屋台とか、あとはねるねるねるにもしたかな。なんか一番最初のショールームの時と今と比べたら変わったんですかね、私って。わかんないけど、見た目もそうかもしんないけど、喋り方とかも変わったのかな。ハートありがとうございます。いいお年を、ありがとうございます。幼かった大人になりました。1年でね、コメント拾うのが上手になった。本当にやっぱあれですよね、慣れですよね、こういうの。可愛さが増して、本当に昔はしっかりメイクしてたよねみたいな。やだー、え、違うんですよ、やっぱその部分も皆さんに見せていこうという精神です。でも最近はメイクしてますでも私はそんな変わりたくはない、初心を忘れたくはないから。こんばんは、でやんす。トーク系の
あれが返しが甘くなった、返し甘くなったか。毎日やってるからさ、本当になんかちょこちょこ変化してくるのかなと思うよね。髪の長さとかメイクとか、メイクも変えてたり、前髪とかも結構変えてたりするかも。前髪は薄くなったのかなとか思いますね。薄くしたくて自粛期間に伸ばしました。だからだいぶ薄くなった気がする、最初の頃と見比べたら。全部比べてみたい、なんか写真とかでもいいから、ポン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 みたいな。毎日してるからね、すごくない？あ、そうじゃん、みきちゃん今日髪切れててさね、ついてない、あ、ついてない、なんかね、スックとあのピョンピョンって出てきちゃうから、私はこうなんか伸ばしてます。いらない分の前髪を伸ばして薄くするって。作りましょうか。いや、めっちゃ時間かかると思いますよ。だって270個あるんだもん270個あるのやばくない？正月休みっていうのいいお仕事じゃん。大変な気がする。今ならできる、本当に。早く作らないと増える一方確かに。いつか全部つなげてみたいよね、1から365までで、最初と最後の比べる。自分でも結構写真とか見返したりもしますね。結構どんだけ変わったのかなとか。3つに1つは眠いかも。ちょっと朝配信はねやばいかもしれない。あの、なるべくかわいい、かわいいのでお願いします。釣りがいいやつで無理はしないでくださいね、本当に。たまに昔の配信の宿舎見返す懐かしい。私もなります。なんか写真、みんなでちょっと写真とか見返すと、難しくなる。自撮りとかもね、最初の方は本当にやれてなくて、なんだろう、自撮りするっていう習慣がないからあれだけども、今は例えば公演あって衣装着替えて、よしメイクもできたって、あ、写真撮らなきゃみたいな、もう習慣、習慣になってる。いや、まだ未だにね、人前で撮るのはね、まだちょっと恥ずかしいなとは思いますけどね。人前はねちょっと恥ずかしい。外で一人は多分ねまだできないですね。一人だったらできるけど。お腹すいた、お腹すいた。
来年も平気と言ってそう言ってるかな。もう58分、早いね。あと5時間で今年も終わり。あと5時間ですよみんな。5時間だって。なんか本当に2020年終わるって感じしないけど、早いですね。この前誕生日だったんだけどな。今日もジャンプできますか？もちろん皆さんも一緒にジャンプしましょう。多分5時間後にはもうジャンプする準備してるから。明日もあれですね、夜配信かなしようと思うので、明日も一発目も見に来てください。皆さん転ばないように転ばないように、2020年でジャンプして2021年はここの空間で過ごして、2021年で着地。私も犬をこう抱えてジャンプしようと思います。犬も一緒に。よし、じゃあそろそろ終わろうかな。ラスト配信。マンションの中静か、あ、マンションの方は静かめに。どっちもです、どっちも落ちます犬。はい、じゃあ今年最後のランキングを読みたいと思います。良いお年をありがとうございます。皆さんも良いお年を。じゃあ読みます。13位、ありがとうございます。12位、ありがとうございます。11位、ありがとうございます。10位、ありがとうございます。9位、ありがとうございます。8位、ありがとうございます。7位、ありがとうございます。6位、ありがとうございます。5位、ありがとうございます。4位、ありがとうございます。3位、ありがとうございます。2位、ありがとうございます。1位、ありがとうございます。いや皆さん2020年も本当にありがとうございました。初パフォーマンスしたりとか、あと劇場デビューできたりとか、本当にもう今までにない1年でしたね。この1年は今まで経験したことないようなことを本当にたくさんやらせていただいて、皆さんとも出会えた1年ですし、本当に2020年は多分一番私のこのスタートの1年だなって思うので、もう一生忘れません。2020年、いろいろあったけど全部ひっくるめてね、すごく濃い1年だったなって思います。ありがとう、ありがとうございます。じゃあ来年はそうですね、もうここにいる全員の方に会える、会ってみたいですし、皆さんにね劇場に遊びに来てもらいたいなと思いますね。来年も皆さん、来年もよろしくお願いします。来年も一緒にいい年にしましょう。
始早々ね、あの公演もありますので、はい、皆さん来年も健康で、健康でいましょう。皆さんが健康でいることを私も願っています。ではそろそろ終わりたいと思います。あともう一個、そうだ、今日は8時かな、8時からかな、同じ10期生 のゆいちゃんが配信、最後の配信になるのかな、をするみたいなので、ぜひ皆さん最後にゆいちゃんのルームにぜひ行ってください。最後だと思うので、うん、1時間くらいやるって言ってたかな、確か。そちらもよろしくお願いします。みんなで見に行きましょう。よし、じゃあ終わりたいと思います。じゃあ来年もまた元気な姿で会いましょう。ありがとうございました。1年間良いお年を皆さんお迎えください。じゃあね、バイバーイ、良いお年を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 。じゃあねー。